On the ice, representing the USA, Egon Lopez. さあ、大歓声が迎えます。全米選手権の3位、ニコル・ボーベック。ショートプログラムはミスが目立ちましたが、立ち直っているでしょうか。ウェーバーの武藤への勧誘。彼女のトレードマークと言われているほど足が高く上がります。ビクトリーマーチに変わりました。あと30秒。手拍子に後押しされてアメリカ、ニコル・ボーベック。しかし全米3位の実力は最後まで残念ながら見ることができませんでした。やはりジャンプで練習中なんですけれども、はい、ジャンプで本当にもう3回転のジャンプを何回もトライするんですが、全部回転不足で降りてきてしまう。
もう本当にこれは出ていく前に非常に選手にとっては不安になるので、はい、そしてこうしていつもこう回るだけ回って最後にもうこうチェックアウトするのを忘れてしまうという、あ、非常に後半の回転に集中力が欠けていたと思います、はいはい、ただこうやってスパイラルですとか、こういろいろな部分を見ると十分にメダルを本当に獲得できるレベルにいる選手なので、やはりこうしてねなかなか全部うまくこう揃わないともったいないし残念ですよね。そうですね、本当に素晴らしい選手だと思います。来日直前に、まあ、気管支炎にかかって体調を崩した後この長野に来たということで、その辺のこともあるいは影響しているかもしれません。お母さんはチェコのフィギュアスケートの選手、そしておばあさんも元チェコのフィギュアスケートの選手ということで、3代にわたるフィギュアスケートの選手です。現在20歳。まあ、本人も練習ではうまくいきませんでしたので、今日はもう本当に気持ち的には出たくないっていう気持ちがあったかもしれませんね。そうですね。しかしアメリカのその激戦の切符、ミシェル・クワン、タラ・リピンスキーに次いで3番目、第3の選手としてこの長野に来ました。残念ながら本来の力を発揮することができませんでしたニコル・ボーベック。テクニカルメリット5点台は出ません。ロシアのジャッジは 4.8 をつけました。そして表現力、プレゼンテーション、こちらは 5.2 をオーストラリアのジャッジがつけました。10人が滑って5位、日本の荒川は現在2位です。